と変わって本当にいい天気になりました。春祭館のオープンにふさわしい日になったら大変喜んでおります。それでは式辞を申し上げます。式辞、このほど念願の西脇市立農産物直売所北播磨春祭館が完成し、いよいよ本日オープンの日を迎えました。西脇市だけでなく赤町北播磨地域の農業振興に新たな役割を果たすものと大いに期待を膨らませております。西脇市政に新たな歴史の1ページを刻むこの北播磨春祭館のオープン式典にお忙しい中お祝いに駆けつけていただきました兵庫県議会議員の内藤様、兵庫県農政環境部長の谷口様、北播磨県民局長の竹本さん、衆議院議員高橋様の奥様をはじめご臨席いただきました多くのご来賓の皆さんに心から感謝を申し上げます。兵庫県産木材を 98% 使用した木の香りのする平屋建ての建物で、建築面積720平方メートル、売り場面積400平方メートル、加工室50平方メートルとなっており、総事業費は1億6200万円であります。ご支援ご指導をいただきました兵庫県、そしてご理解ご協力をいただきました関係の皆様方に心から深く感謝を申し上げます。ありがとうございました。お客さんをお迎えの